生島ヒロシ達人の道。さあ今日の達人は長崎県佐世保市九十九島。これから夏にかけて訪れたい風光明媚なエリアです。本日の達人の道は九十九の達人、手つかずの自然を満喫することができる九十九島。そこにあるたくさんの魅力をご案内します。生島ヒロシ達人の道、ご覧いただいておりますかね。さあどんな達人になるんでしょうか。九十九島、長崎県の佐世保市にあるリアス式海岸の群島です。九十九とは数がたくさんあることを表しています。島の総数は208。島の密度は日本一で、見渡せばいくつもの島々を眺めることができます。本日はその九十九島で九十九たくさんの魅力を発見し、この春から夏にかけて九十九島を訪れたくなる九十九の達人です。まずは九十九島の自慢、その景色から。展望台からの九十九島、こちらは天海峰。小さな島も隅々まで眺めることができる天海峰。点在する展望台の中では、より近くに九十九島が望め、遊覧船の姿もはっきり見えるほど。石岳展望台、映画ラストサムライのシーンの撮影でも有名になった石岳展望台。冒頭に出てくる島々の風景はこちらから撮影されたものです。ロマンチックな雰囲気が漂うのでカップルに最適かも。弓張展望台、九十九島はもちろんのこと、佐世保市内や米軍基地などの風景も眺めることができます。西側には遥か五島灘と九十九島の島々、南側には深い入江の佐世保港、そして東側には美しい市街地の街並みと三方のパノラマを見渡すことができます。夕日も絶景の九十九島、どうぞゆっくりご覧ください。遊覧船から九十九島を眺めることができます。パールシーリゾートから出港する遊覧船もおすすめですよ。
グスプロージョンの2人も九十九島の遊覧船を満喫しました。また通り。ここで贅沢にヘリコプターに乗って九十九島を眺めるのも素敵です。特別な日に九十九島を訪れ、ヘリコプターで遊覧はいかがですか？景色といえば、その歴史を肌で感じることができる黒島も訪ねたい島です。黒島は九十九島の中では面積は最大。江戸時代、キリシタン禁止令により禁教だったキリスト教を伝承する人々が、黒島に隠れキリシタンとして潜伏した歴史を持つ島であり、その子孫が今なお住み、現在も8割がカトリック信者です。こちらは黒島天主堂。黒島のシンボルでもあり、島民の拠り所です。国の重要文化財でもあります。レンガ造りで建物は天井が高く、三層構造になっています。コウモリ天井や束ね柱など、細部にまでこだわって作られていて、その荘厳な姿に思わず息を呑みます。その後の教会建築に大きな影響を及ぼした、文化的価値が非常に高い建造物でもあります。カトリック共同墓地。島民の8割がカトリック信者の黒島。カトリック墓地には日本ではあまり見られない風景が並んでいます。お知らせの後も九十九島たくさんの魅力をお伝えします。アクティビティがいっぱいですよ。達人の道、長崎県佐世保市九十九島に今すぐ行きたくなるアクティビティをご紹介しましょう。まずはカヤックで無人島へ。海が穏やかなので腕力に自信がない女性や子供でも大丈夫ですよ。そして無人島に上陸したらバーベキューはいかがですか？おいしい。無人島でバーベキュー女子会もいいですね。うわ、なにこれ、なんこれ、はい、炊けるよ、おいしそう、まず肉ね、すごい、
乾杯。わあ、美味しい。こんなことができるのも九十九島ならではですよ。子供たちに人気なのがおよそ7000匹ものマダイに餌をあげる体験。みんなの足の下に7000匹。そうです。はい、大丈夫です。これはもはや恐怖に近い暴れようですね。九十九島をヨットで巡るツアーも人気です。クルーザー型のヨットで波静かな九十九島を巡ります。舵取りやセール操作も体験でき、肌で九十九島を感じることができます。大浜海水浴場は青海国立公園内の九十九島にある自然環境豊かな海水浴場。ここはキャンプ場としても最適です。佐世保バーガーはやはり佐世保で食したい。アクティビティを満喫すればお腹が空きます。すごいな。はい、いただきます。いただきます。エグスプロージョンも佐世保バーガーに舌鼓。お尻からめっちゃ出てきた。うまい。うん、まい。はぁ、甘いっすね。初めてやった。うん。やっぱりうまい。うん。いきまーす。はい、チーズ。レモンステーキも佐世保ならではのグルメです。初めからでもいいんですけど、少し残して。九十九島を PR する大学、九十九島大学小西学長も大満足の一品。食べ終わったら鉄板の上にご飯を入れて浸して食べるのが佐世保流。こんな風に食べたかったという人多いのでは。お知らせの後、九十九島のキララをナビゲート。
動物園と水族館もすごいんです。達人の道、長崎県佐世保市九十九島に今すぐ行きたくなるキララを2つご案内。まずは海キララ。九十九島近海にはおよそ1000種の魚たちが生息しています。また九十九島の複雑な地形は多くの生物を育んでいて、魚以外の生き物の種類や数が多いことも確認されています。クラゲ類100種以上、沿岸のカニ類60種以上、貝類120種以上など、九十九島のような多様性に富んだ地域は国内でも少なくなりつつあります。それはですね、体のほとんどが水でできているからで、取ったクラゲの中身になります。なので海水浴でクラゲを見たらすぐに逃げてください。海キララは開園前を見学できるツアーを夏に開催していて人気のイベントです。普段見られない魚たちの行動が確認できますよ。声が魚たちに届いてしまって起きてしまう場合がありますので、静かにしたいと思います。なのでここの水槽は天気に左右されます。なので今日曇っていたらこの水槽はちょっと暗くなっていた、あと雨が降っていると水面見てもらったら雨粒が位置が全く違います。昼間に見てもらうとすごく分かりやすいんですが、あの子たちは水面を泳いでますけれども、ここに泳いでくっついてるのかという質問があるんですけれども、これは吸盤を持ってます。ではナスちゃん、まずお魚を行きましょう。さっき入れた薬を行きますね。はい、ナスちゃん、おはよう。はい、バレませんでした。セーブ。他にも測らせてくれます。すごい。で、お尻の穴がここにあります。終わりました。ナスちゃんの今日の穴の体温は36.2 度です。そしてイルカを間近で見られるショーは迫力99点です。
そして森きらら。九十九島を眼下に望む高台にある森きららは、九十九島の自然と癒しがテーマの動植物園です。この森きらら、お目当てはこちらのペンギン館。日本最大の天井水槽があるということですが、ペンギンがまるで飛んでいるようです。空飛ぶペンギンが見られる森きららで新感覚を味わってみませんか。森きららはコンパクトに回れる広さ。ペンギン館を出てしばらくするとお猿さん、ゾウやキリン、ライオンといったおなじみの動物やツシマヤマネコなどの希少種、体重を気にするミーアキャットにも会うことができますよ。子供から大人、シニアまでそれぞれ誰もが楽しめる九十九島です。ぜひ今すぐ九十九島へ行く準備をしてください。いかがでしたか。あなたもきっと達人になれますよ。絶景絶景ツマッと絶景絶景絶景バシッと絶景絶景絶景トカッと絶景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 長崎県の観光名所九十九島でございます。みんなが言うには景色が綺麗でヤバタンスゴタン言うてます。島の絶景がすごいもんだからハリウッド映画も使います。ラストサムライの冒頭シーンは展望台で撮ってます。なので絶景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 。九十九島のおすすめポイントまだまだあるんです。黒島天主堂は世界遺産の候補です。カキフグ、イリコ、ハーブサバ、アジ、ヒヨウギガイは鉄板です。無人島キャンプ、シーカヤックとレジャースポットも満載です。しかも絶景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 九十九島、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 九十九島。一度は来ないといかんばい。九十九島、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 九十九島。西の海にある天国です。それ。絶景、絶景、ツバッと絶景、絶景、絶景、バシッと絶景、絶景、絶景、トカッと絶景。ぜひて。次回達人の道は公募の達人。公募で受賞するためのコツをお伝えします。必見必見、バシッと必見。